こんばんは、整体院浅井院長の浅井です。本日は、エコノミー症候群の説明をして、でですね、お困りの方、最近テレビでよく聞きますが、エコノミー症候群で、ですね、ふくらはぎに、血の塊ができる、血栓ができる、まあこれ手足首ですけど、まあ簡単に言うとですね、ここと同じですね、足、ふくらはぎ、まあ、指がこうあって、まあ、似たようなもんなんですが、結局ここはこりがあるっていう、そういう状況ですよね。この時にですね、まあ、どうしたら一番いいかというとですね、自分でできるマッサージ法っていうのもあるんですが、まあ、今回はですね、まあ、ストレッチというか、まあ、どうしたらいいかということなんですが、まあ、足ですから、まず足がこうあった場合ですね、まずは足をですね、足の指をですね、ここで広げてください。で、自分の指でですね、こうやって足の指にはめてですね、ぐるぐるぐる回して、足首をまず回してあげたりとかしてください。はい、でですね、筋肉の緊張をこうやってほぐしてあげます。はい、っていうのは大事です。で、指の、この足の指の間ですね、ここからですね、ここに、ここからですね、悪いエネルギー、この老廃物、このふくらはぎに溜まった血の塊の老廃物をですね、これ流してですね、出してあげることができるんですね、こうやって。こうやってやってください。こうやってですね、こすって何回でもやってください。たくさんやればやっただけいいです。もちろんですね、こうやってですね、さすってですね、血流を良くしてあげるというのはとても重要なので、しょっちゅうやった方がいいです。もしもっと楽な方法があればですね、何かですね、なんだろうな、支え棒みたいなのがあればですね、何か例えば何でもいいんですが、まあ、例えばですね、うちが僕がよく使うのはこういう硬い木で、まあこういうなんか尖ったものですね。そうですね、こうやってですね、足のふくらはぎに仰向けになって、ふくらはぎをこうやってですね、乗せてください。これをですね、寝てる間中ずっとですね、暇な時ですね、ずっとこうやってやってる、ポケーとしてるだけで、勝手にこの、指圧というか、まあ、こりがですね、なくなっていくっていう、ことですね、できます。これ、ふくらはぎですよ。はい、ふくらはぎです。はい、で、一回やったらですね、場所を移動させてあげるという、こういうことですね。するといいです。これをですね、何か何でもいいので、何か、そうですね、代用できる何かあればいいんですが、ちょっとすぐに見つかるものはないと思うんですけども、うん。まあ、ちょっとですね、なんだろうな、手っ取り早いのはやっぱり、どうでしょうね、ふくらはぎ。やっぱり足首の運動ですね。こうやって足首をたくさんこうやって回してあげて、あと首をですね、指を持ってですね、で、ここをですね、たくさん、リンパを流してあげる。またここからですね、今こうやって流してあげるっていう。こういうのはですね、とても有効になりますので、してください。何回やってもいいと思います。またですね、水とかがもしあればですね、水でですね、冷たくしてあげて、もう暖かくなって、中がですね、なんだろう、固まってるんですけども、まあ、温めるもいいんですが、まあ、気持ちよさを与えるためにですね、水でもいいですし、常温でもいいので、水をですね、水分とかをですね、外からバーってかけて、でですね、それをまたやってあげると気持ちいいので、それも有効だと思います。で、できればですね、もう、お友達同士とかご家族でですね、マッサージお互いにし合ってあげるっていうのはいいと思います。別にマッサージというか、こんな本格的にやらなくてもいいので、もうさするだけでいいですということをですね、お互いがやり合ってあげるっていうのは、これはですね、手でですね、手になっている自分のパワーを相手にあげるっていうのは、まあこれはですね、すごいパワーを上げるっていうのは、まあ、なんだ、生命力がかかったりですね、する、
まあ、そういうパワーがありますから、まあ、そんな、まあ、どんな、パワーを上げたいなと思ったらですね、させてあげてですね、強くやらなくてもいいので、こうやってですね、足のリンパをですね、流してあげて、でですね、さっき言ったですね、足首を回してあげたりとかですね、できる範囲です。もう自然に動く範囲だけでいいので、難しいことやらなくていいですから、はい、流してあげて、まあ、あとここをですね、リンパの流れを良くしてあげるっていうのをやってあげてください。それだけでかなり、改善されると思います。本日は、エコノミー症候群で、熊本県で震災に遭われている方に向けて、少しでもですね、お役に立てるような情報をですね、お伝えできたらなと思いまして、足のですね、ふくらはぎとの、血栓が詰まってですね、エコノミー症候群にこれから、まあ、予備軍の方とかですね、に向けての動画を作ってみました。参考にして、施術の方、自己自分でですね、させて、たくさんさせてあげてください。はい、最後まで本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございました。